はい、お疲れ様です。よしお PC です。皆さんいかがお過ごしですか？最近はすっごい寒い日があったり、あれ割と春かなみたいな日があったりして、とにかく気温の寒暖差があるんですけれども、どうぞ体調管理にもお気をつけください。ということで、最近こんなニュース。アメリカ軍が上空を飛行していた新たな物体を迎撃、今月4回目。2月の13日月曜日、バレンタインの前日なんですけれども、あれ UFO が随分と来てるぞなんていう感じなんですけど、来てるだけじゃなくてめちゃくちゃ迎撃されてますね。しかもアメリカ軍に。 NHK とかでもニュースやってるんで、これがネットニュースとかだったらアハハってなもんなんですけれども、いやマジでめちゃくちゃ怖い。これね、今回の件って皆さんどう思ってますか？なんか一説によれば、もちろんお隣の国からの軍事的ななんちゃらかんちゃらなんて話もあると思うんですが、僕はそう思ってません。宇宙人が来てるんじゃないかなと、そんな風に思っているんです。なぜなら、様々なですね、古来より研究されている著名な研究家がいっぱいいますよね。また文献もたくさんあってですね、そういう文献を紐解いていくとですね、これはもう信じるしかないんじゃないかななんて俺なんかは思うんですけれども、どうですか皆さん。で、実際に UFO が迎撃されるとかいうね、非日常的なニュースってちょっとだけワクワクしませんか？俺はね、ワクワクドキドキしちゃうんですよね。毎日変わらない淡々とした日常の中に非日常が現れるわけなので、え、何これどうなんのみたいな、ちょっとした刺激というか、まあエンタメっつったらね、良くないのかもしれないですけど、そんなことを感じたりしています。ただなんか結局本当のところは教えてもらえないのかなみたいな、秘密でこっそり隠されてますみたいなところもあるので、いろいろとね、妄想にふけってしまいますよね。やっぱりアルマゲドン的な映画とか、もちろん振り返ればガンダムだってそうだし、エヴァンゲリオンの使徒みたいなもんといえば言えなくもないですよね。とにかく41にもなってですね、少年心をくすぐられるニュースが最近あるなと、そんな風にと思ったりするわけです。でね、じゃあ宇宙人がもしも攻めてきた場合、人類ってどうしたらいいのかっていうのを最近流行りの AI に聞いてみました。そしたら AI がですね、こんな回答をしたんですね。それがこちら。もしも地球に宇宙人がコンタクトしてきた場合、考えられる未来は何がありますかと。はい、その回答がこちら。地球が宇宙人からつながった場合、考えられる未来はいくつかの方向に向かうことができます。これにより人類の科学や文化が大きく進化することが期待されます。一方、宇宙人が人類に対して敵対的な態度を持っている場合、人類は宇宙との戦いに直面します。怖い、怖くない？はい、次こんなのも聞いてみた。もしも人類と宇宙人の戦いになった場合は、 AI はどちらの味方になりますか？気になるでしょ。これ AI はプログラマーが定義した目的に基づいて動作するものです。そのため、人類と宇宙との戦いが起こった場合、 AI はどちらの味方になるかはその AI のプログラムによって決まると。一般的に AI は人類の指示に従って動作することが多いとされますが、それは人類が正義を信じると考えているかにもよります。意味深じゃない？意味深。じゃあ続いてこんな質問。宇宙人がとてもフレンドリーだった場合は、人類は何をあげたら喜ぶと思いますか？資源ですか？お金ですか？テクノミュージックですか？宇宙人がフレンドリーであった場合、人類がどのようなものを提供するか、喜ばれるか想像することが難しいと。まあ文化は違うからね。まあ仮に宇宙人たちが物質的なものを評価する文化を持っている場合、資源やお金、テクノミュージックなど物質的なものが喜ぶかもしれません。だって、おもろ。まあテクノミュージックといえばね、ジェフ・ミルズ先生というね、最重要人物はそもそも宇宙人だって言われてますし、レゲエの神様であるリー・ペリーもですね、晩年はずっと宇宙のことに思いを馳せていたということで、やっぱりこうミュージシャンとか音楽と宇宙ってめっちゃ近いところにあると思うんですよね。ということで、ここ連日の UFO 未確認物体迎撃のニュースがめっちゃ気になったので、こんな動画を撮ってみました。まあもしよかったらですね、またフラッと遊びに来ていただければですね、そもそもこの部屋がなんかコクピットみたいなんていう風にね、言っていただいたりして、まあ確かに言われてみればそうだなとか思うので、もしかしたらこの部屋が宇宙とつながっているのかもしれません。ということで、今回の動画は以上になります。お疲れ様でした。もしよかったら高評価やチャンネル登録をお待ちしております。お疲れ様でした。バイバイ、またね。